浅田陣也は、大阪府豊中市蛍ヶ池中町にあった、浅田藩の藩長である。浅田陣也は、元永元年、戸様大名の青木和重によって築かれた。一とえは最初は、徳川家康に仕え、元気三年、家康の元を離れて、豊臣秀吉の木幌衆となるが、元永元年に、豊臣氏が滅ぶと、再度家康に召し出された。この一万国のを安堵され、 陣屋を築いた。青木氏は江戸時代を通して浅田の地を漁し続け、14代、重芸吉の時、明治維新を迎えた。陣屋は阪急宝塚本線、大阪モノレール、蛍タ外景駅前西側にあるという中、インキュベーションセンター一帯にあった。東と北に堀を設けた内閣に御殿があり、会議所、八幡県道場などがあり、 その周りに家臣の屋敷がの木を連ねるように囲みを外角で作り、さらにその周囲には外堀があった。規模は南北250メートル余り、東西190メートルの方形であった。跡地は四史石に指定されているが公民館が建っていて面影はない。公民館の一角に石碑が建てられている。また神屋長屋門は、 市内と根山元町に移築現存しており、また、神屋御天玄関が法恩寺に移築され、中桜塚二丁目に、かやぶきの移築門がある。ありがとうございます。